こんにちは、りょうです。えー、今日はね、投資信託と ETF はどちらがおすすめかってことでね、株式投資編話をしていきたいと思います。えー、質問いただきました。 えー、投資信託と ETF はどちらがおすすめでしょうか学長がおっしゃるように楽天 VTI や楽天 VYM は分配金が手元に来ないので収入の柱が増えている良さを実感しづらいです、えー、本家 VTI や本家 VYM または分配金が出る ETF に直接投資したいと考えていますがどっちがいいのかよくわからなくなってきましたと、えー、学長目線で一度教えていただければありがたいですということでね、えー、話をしていきたいかなと思います、えー、結論からね言いますと結論から言うと ETF っていうのは上場投資 投資信託っていう名前がついてるんですけど個別株に近い性質があると。で、えー、投資信託の方が初心者向けと。だから慣れてない人とかよくわからないっていう人だったらもう投資信託の方をお勧めしてますね。結論から言うと投資信託の方が初心者向けですと。で、投資の方が初心者向けですと。 えー、もう少しね、解説していきたいと思います。違いについてはね、よく知っておいた方がいいと思うんでね、これから出てくる、あの、何回もこの ETF とかっていうのも出てくるワードだと思うんでね、えー、解説していきますと。えー、投資信託と ETF の主な特徴なんですけど、まず投資信託の主な特徴ですよね、えー。この3つと。株とか債券などを集めたパッケージ商品で、1つ目ね。で、2つ目は個別株、債券に投資するよりも低リスクと。で、少額から手投資できるっていうこの3つのね、特徴があるんですね。で、株とか債券などを集めたパッケージ商品っていうこと とこ,とはあことなんですけど、投資対象はプロが選別するんですね。で、株とか債券とかを集めた、まあ、ミックスフライ定食みたいなもんですね、えー。いろいろごちゃ混ぜのパックのね、パッケージ、えー、商品と。で、個別株とか債券に投資するよりも低リスクなんですね。えー、それはなぜかというと、分散が効いてるからと。1社の個別株、1社にドーンってね、えー、お金を全額入れるわけじゃなくて、えー、何百社とか何千社っていうところにバラバラに、えー、少しずつ、ね、入れてくれるんで、分散が効いてるから、えー、低リスクと。 え、いうことですね。それから、少額から投資できるんですね。えー、例えばなんですけど、投資信託は1万円程度からできると。えー、例えば、任天堂株をね、買おうと思うと、4月の時点なんですけど、330万円最低必要なんですね。えー、なんですけど、投資信託だったら1万円程度から、えー、投資が可能ってことですよね。えー、で、とはいえなんですけど、 えー、ただでこれらのメリットを受けられるわけではないんですね。えー、各種手数料がかかってしまうと、えー。信託報酬っていうのであったりね、これが信託報酬、毎年かかるものなんですけど、えー、それから隠れコストっていうのもあったりとかね、この運用会社とか販売会社が、この各種の手数料が、えー、を分け合ってるんですね。 だから、えー、各種手数料がかかってしまうってうことですね。これが、まあ、投資信託の主な特徴ですね。で、ETF の主な特徴なんですけど、ETF の主な特徴っていうのは、ETF とはこの上場投資信託のことなんですね。投資信託は投資信託なんですよ。上場投資信託。この ETF ね。エクスチェンジトレーディットファンドってね、えー。証券取引所で取引される投資信託っていう、そういう意味です。だから両方投資信託なんですよ。ファンドですよね。 で、投資信託だけど上場してるんですね。ということは、えー、市場で自由に売買できると。リアルタイムで売買できるんですね。なんかこう、投資信託が上場してるっていうと、なんかこう、ピンって来ないんですよね、多分ね。えー、会社が上場してるとかの方がまだピンと来るんですけど、この投資信託が上場してるっていうのがピンと来ないんですけど、そういうもんだと思ったりですね、会社の上場とかと一緒ですよね。で、えー、通常の投資信託の特徴に加えて次のような特徴があると。元はね、えー、根本は投資信託ですから、投資信託の特徴と基本的に 的には似てるんですけどプラス次のような特徴があるんですね。えー、まず低コストなんですね。低コスト。えー、低コストなんでじゃあ同じ投資信託なのにこの ETF の方は低コストなのかっていうと低コストの理由はねこの ETF は銀行とか証券会社の窓口を通さずに市場で直接売買するからですね。 えー、だから低コストなんです。なぜかというと、販売会社への分け前が不要だからってことですね。さっき説明した投資信託は、販売会社とか銀行とかね、証券会社の窓口とかの,あの分け前が必要でしたよね。それが ETF の場合は市場で売買するから、この分け前が不要なんですよね。 ただ、最近はね、投資信託も結構安い投資信託が出てきてて、手数料とかが安い投資信託ってのも出てきててね、ETF とコスト差はだいぶ少なくなってきてると言われてると。ただ、やっぱり投資信託の方が ETF よりは高くなりがちですね。まあ、だいたい高いですね。仕組み上そういうものと。えそれから、この ETF っていうのはね、このタコ足配当っていうのがないんですよ。タコ足配当。投資信託はタコ足配当が可能なんですね。 えー、っていうことはどんんな計算されてるか分か分りにくいんですよタコ足配当って皆さん覚えてますかねタコが自分の足を食べるみたいにね。えー、ちゃんと利益のところから、えー、例えば今年仮にですけど100万円儲かったら、この100万円からみんなに儲かった分から分配しようっていうのが正しい本来の形の分配金なんですけどね。えー、資産を取り崩して、えー、分配するっていうね、まあ、特別配当っていうのがあるんですけど、えー、そうやってやると、 えー、これがタコ,足タコが自分の足食べているのと一緒で、これは配当としてのまあ意味がほとんどないですよね。えー、で、この投資信託っていうのは、このタコ足配当が可能なんですね。だから投資信託っていうのは、ぼったくり投資信託とかが多いって、毎月分配型とかね、たくさん利回りたくさん出ているように見せかけてるだけの投資信託っていうのはすごい多いんですよ。毎月3%の利回りが出るとかね。 えー、いう毎月分配型とかも結構あったりするんですけど、そういうのは大体タコ足配当ですね。で、この ETF っていうのはタコ足配当が不可なんですね、えー。つまり、もらった配当っていうのは純粋な分配金なんですよ。ETF はタコ足配当不可。投資信託はタコ足配当が可能なんですね。えー、この ETF はタコ足配当が不可。つまり、もらった配当は純粋に分配金と、ね。そういう法律の決まりなんですよ。だから、えー、分かりやすいというかね、まあ。クリーンと言われるんですね。 で、えー、タコ足配当がよくわからないっていう人は、この29回でね、初心者が投資で勝つ方法って、毎月分配型の投資信託を買うなっていうね、えー、こういうタイトルで動画があるんで、えー、参考にしてみてください。なぜ毎月分配型の投資信託がダメかっていうね。えー、それから、えー、ETF の方が、えー、透明性が高いんですね。 えー、これは話し出すとちょっと長い話になっちゃうんでね、えー、今回割愛しますと。で、ETF じゃないと買えないファンドとかもあるんですよね。HDV とかね、SPYD とか、あのー、いくつか今までの話とかでも出てきてると思うんですけど、この辺のファンドっていうのは、まあ、この辺も高配当のファンドなんですけど、ETF なんですけど、えー、その他無数あると。えー、この辺は投資インクじゃなくて、ETF じゃないと買えないファンドがあるんですよね。まあそういうもんだと。 で、まあ、ちょっと皆さん退屈になってきたかなと思うんで、コーヒーブレイクってことでね、えー、まあ、ETF って言葉を聞き慣れないあなたへってことで、えー、ETF ってね、新しい商品なんですよ。あのー、だから聞き慣れてなくて当然なんですね。安心してついてきてね、みたいな。アメリカで最初の ETF っていうのが生まれたのが1993年なんですよ。だからまだ30年弱ぐらいの歴史しかないんですね。で、一方株はといえば、世界初の株式っていうのは1553年に発行されてるんですね。 で1817年にニューヨーク証券取引所が開設と開設されたと開かれたってことですねで株取引が盛んになったんですけどねで投資信託は日本だけでも70年弱ぐらいの歴史があるんですね一方 ETF っていうのはまだまだ最近と。 で、ETF は株とか投資信託に比べると歴史が浅く聞き慣れないかもしれないんですけど、でも2017年時点ですでにね400兆円近い ETF が運用されてると、どんどん増えてるんですよね。で、今も増え,て増え続けてると。なんでまあこれを機会にね、ぜひ ETF っていうのは怪しい、全く怪しいものじゃないんで、えー、覚えておいてくださいっていうことですね。で、 この投資信託と ETF のじゃあ違いなんですけど、じゃあ ETF の方が優れてるのかって、新しい商品だしね、ETF の方が優れてるのかって言われると、必ずしもこれまたそうとも言えないんですよね。ETF は上場投資信託なんですけど、ちょっと株に近い性質があると。えー、まあ、なんのこっちゃっていう方はこちらを見てください。これがまあ株と ETF と投資信託の違いをね、えー、表したものなんですけど、上場非上場ね、えー、市場での自由な売買ができるかっていうと、えー、これは株とか ETF はできると。投資 価格もリアルタイムで株と ETF はリアルタイムで変動するんだけど投資信託は1日1回算出だけどで買う場所も株と ETF は証券会社で買うんだけど投資信託はファンドによるんですね証券会社だったり銀行だったり郵便局だったりねで注文方法なんですけど株とか ETF はこの値段で買いたいっていう指値っていうんですけどねこの値段で買いたいっていう指定ができるんですね 一方、投資信託は値段を指定できないと。で、自動定額積み立てとかも株とか ETF はできないと。でも投信託はできるんですね、こっちはね。で配当金の再投資っていう,、ねえー、いうのも株とか ETF っていうのは自分でやるんですね。出た配当金に応じて自分で配当金を再投資していくんですけど、この投資信託っていうのは自動でやってくれるんですよね。まあそんな感じで、えー、株と ETF っていうのはすごく、ね、近い性質があるんですね。えー、すごく似てると。 で、価格がリアルタイムで変動するとか、差し値で購入売却できるとかね、自動定額積立てっていうのが毎月5万円ずつ買うとかができないとかね、配当金は受領したら自分で再投資すると。ただまあ、この自動定額積立とかはね、SBI 証券とかでできるサービスとかもあったりとかはするんですけど、基本的にはあのできないと。で えー、ETF はちょっと扱いが難しいんですね。何が言いたいかっていうと、本当にね、ETF は扱いが若干難しいってことを伝えたいとあの、長期投資を成功させるためには、次の2つが重要なんですね。皆さん、長期投資目線でね、今まで動画見られてる方っていうのはやってると思うんで、この2つが重要だと、えー、愚直に積み立てを続けるってことと、配当金を再投資するってことが大切なんですね。福利の力を生かすってことですよね。えー、お金の木が鳴木が生んでくれた、えー、お金をね、もう一回新しい苗を買っていくってことですね。 どどんどんそれでで良くくなっていくといととうことですよねでこの ETF の難しさはこの市場でリアルタイムに売買できるから感情に流,流されやすいんですよここが意外に難しいと。 リアルタイムで売買できるから、この感情に流されやすいって意外と難しいんですよ。例えばこういうことが起きるんですね。値上がりしすぎて割高に感じたため、毎月の積み立て額を減らした。ねえー、何かこうすごい、じゃあ先月だったら仮に1万円で買えたものがすごく値上がりして1万1000円とか1万2000円ってなってるって、ね。えー、じゃあ、えー、もう少ししたらちょっと上がりすぎかなとかね、まだまだぐんぐん上がるのかもしれないけど、この辺で暴落があるんじゃないかなとかね、えー、だったらもうちょっと下がってから買った方がいいんじゃないかとか、なんかちょっとこうお得感がないみたいなね、損した気持ちになる。 からあの先月1万円で買えたものが値段が、ね、1万1000円に上がってたらなんか損した気分になるからちょっと今月は毎月の積み立て額を減らしとこうかなとかねこれは読めないんですよね誰にもねで毎月買い続けようと思ったのに今度逆に暴落を見たら怖くなって買えなくなってしまったと、えー、先月に比べて、まあ、仮に30%落ちた40%ダウンしたってなったらね無はこのままどん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 暴落していって最終的にただみたいな紙切れになっちゃうんじゃないかとかね えこういうふうに思ってしまって、ちょっと買うのをやめてしまったとか、毎月自分で買わないといけないんでね。もしくは、ずっと積み立てていこうと思ってたのに、もう暴落してしまって、ショックで売ってしまったとかね。こういうふうに、こう、リアルタイムで値段が出るんで、感情に流されやすいんですね。ウォーレン・バヘットも一度買った株っていうのは、一年に一回ぐらい価格をチェックするだけで十分だっていうぐらいね。まあ、よく言われるんですけどね。株はちょっと忘れとくぐらいの人間の方が勝てるみたいなね。ついつい気になっちゃうんでね。値段チェックしちゃうんですけどね。ずっと持っとくから、本来関係ないんですけどね。 でえー、配当金を手動で再投資する必要があるので続けにくいと、えー。再投資するつもりだったのに買い付けが面倒でやめてしまったと。毎月、まあ、月末に買おうって,って決めてたのにちょっと忙しかったとかちょっと面倒くさくてちょっと今月やれてないとかこれじゃ意味がないんですよね。今月は、えー、買った。再来月は買ってないとかね。えー、こういうのはよくないんですよね。 で、再投資するつもりだったのに、分配金が出てね、配当が出て、嬉しいから、あの、欲しいものができてね、それをちょっと買ってしまったとか、ちょっと欲に負けてしまったみたいなね。ってなると、投資としては良くないですよねで。こういう難しさが出てきちゃうんですね。こう、人間の心理が入ってくるんで、若干難しいんですよ。その点、投資信託っていうのは、定額の積み立ても、配当、再投資も全部やってくれるんで、えー、すごく簡単なんですね。一回設定しといたら、もう忘れといてもいいみたいな。そこが、やっぱり初心者向けの良さですね。で、えー、まとめなんですけど、 結論ととししてはは投投資資初心者には投資新宅をお勧めしますと一度積み立て設定をすればもう機械的にどんどん積み立ててくれるからですね配当再投資も全部自動でやってくれると投資していることを忘れられるほど投資信託の積み立ては楽なんですねこの忘れられるっていうのが意外と大事でね で、メリット、デメリットはもちろんそれぞれあるんですけどね、手数料の部分とかね。ただ、投資信託で気をつけてほしいのが、ぼったくり投資信託が本当に多いんですよ。9 0、まあ78%ぐらいぼったくり投資信託みたいな、えー、ものが多いんですね。最近ちょっとまともになってきたんですけど、それでもね、やっぱりぼったくり投資信託って本当に多いんですよ。で その分、ちょっと見極めが難しいと。変なのに投資しないでねってことでね。で、変なのを選ばないようにこの動画で勉強しましょうと。えー、いうことで、毎月分配型の投資信託を買わないようにとかね、えー、いう話とかもしてるんで、ちょっと別の動画もね、参考にしてくださいと。で、こういう人は逆に ETF が向いてるよと。えー、臨機応変な運用でリターンを得る自信があるとかね。 ただ臨機応変な運用っていうのは大抵失敗するんですけどね。<laughs> で、えー、配当金をもらって収入の緩が増えてる実感をどうしても出したいとかねここが大事とかあと資産額があの大きくてねコスト差がバカにならないっていう人ですね。 例えば仮に ETF の方が投資信託より0.1%低コスト、コストが安いとすると1億円かける0.1%なんで10万円の差になりますと毎年10万円の差が出ますってことですね。ちっいですかね。で、まあそのぐらいもっと大きい人とかね、例えばですけどね。 1>, でえー、1回の買い付け額が大きくて手数料負けする心配がないと最低の、ね、ETF の場合は毎月何十万とかある程度の金額で買っていかないと最低の買い付けの,その手数料ってなんがかかるんですね、えー、だからあ,のあんまり小さい金額を買うとちょっと手数料負けしちゃうんですね為替コストとかまあちょっとその辺はいろいろあるんですけど、まあ、あまり金額が毎月小さいとちょっと手数料負けしちゃうんですね あと、ちょっと難しいんで、知らない人っていうのはもう不運でいいと思うんですけど、年収が高い人とかは、あの外国税、あの外国税額控除っていうのができるんでいいんですけど、あんまり収入がない人とかだと、ちょっとね、ここ二重課税になっちゃってね、外国税額控除があんまり使えなくなっちゃうんで、ちょっと損なんですよね。まあ、その辺とかも海外の ETF とかだったらあるんで、ちょっとこの辺は、えー、注意してほしいと、その辺が分かる人とか、できる人はいいと思うんですけどね。で、えー、迷う間とかね、 あの金額が積立 NISA の枠内の金額なんだったら年間40万とかねその辺なんだった,なんだったらもうね投資信託でいいかなと思いますでじゃあ学長はどうしてるのってことで聞かれるんですけど僕自身は米国 ETF を直接買い付けしてますね理由はなぜかっていうと積立 NISA の枠っていうのは全て使ってるとまずねここがえマストというかねえなんでまずここは全部使ってるとそれからある程度運用額が大きいので手数料負けがしないとそれからクリアな配当金が好きなんですね か、えー、かりやすすいいととと隠れコストとか色んんななのがちょっとこう嫌いなんですよねそれからトラッキングエラーが嫌いと。これはもう分からない人はもう不運でいいですね、えー。これが嫌いと。それから、えー、投資信託の隠れコストが嫌いと。この辺ですね。とはいえ、初心者には投資信託をお勧めすることは間違いないですね。家族であっても親友であっても僕が一番最初とか最初の方で聞かれるんだったらど,どっちがいいかって聞かれるんだったら間違いなく投資信託をお勧めしますね、えー。ということで、えー、それぞれの良さとかね、良、えー、くないところっていうのはメリットでメリットで あるんですけど最終的には各自にあった投資方法を、ね、選んでもらえたらいいかなと思います。ETF についても、ね、今後少しずつ、えー、学んでいければいいかなと思います。ということで、えー、今日も参考になったら嬉しいです。えー、ありがとうございました。